ほっといたらえらいことになりますね。もっと子どもたちの学びやすい環境を作るのに子どもの現象を生かしていくね。維新というのはもうこの黒維新スキャンダルまでですが、自治体が抱えている行政の問題、医療の問題、福祉の問題、教育の問題たくさんありますけどね、それを非常に短期的にですね、気分で決めていると。大阪の維新政治の全国化をどうしても止めなあかんと、それできるのは私たち大阪市民かなというふうに思っていますし、市民連帯集会は9月17日金曜日午後6時30分 L 大阪を予定しています。ぜひ皆さんもご予定お願いいたします。